47。だっちゃはいいや。いや、呼ぶ頃で。そこ振るよ。うん。いや、明日山梨行くしな。うん。行くよ。それで岩田切ったらやるんですよね。ね。47。涼しい。47。どうしたの？もう浴びちゃくないね、まさ。暗いからね。じゃあもう学校。今何分？時計がねえから。もう学校。何分？ちょっと持ってて、はい、とりあえず僕はもう歩かんついから、うん、こんな感じ入れて歩けまだ大丈夫だろ。17分か。13分。ああ、全然余裕だね。17分ね。13分。ミステリー少年たちが。いたね。いっぱい上がってった。もう風物詩だよね。あれなんか明るさますぎて。でも返してんでしょ、あれ。あ、そうなの。うん、なんか一人見れるけど。へぇ。まあ、返してんだったらいいと思うけど。うんうん。宮の川が高いからな。まあ、たまにね。いや、帰りは寂しいで帰ろう。楽しいね、今どこの道。うん、やっぱり楽しい。富士山。そういうの気をつけないとな。うん、なんか確かに昆虫いるから踏みつけたくない。涼しいな、ここ。涼しいよ、意外と。夜は涼しいな、山沿いだから。47ね。普通が痛かったですね。高速47。何気に結構街灯だね、ここ。うん、なんか結構明るいと思って。あ、6号路いいな。まあそこの登山口の入り口までだけど。そっか、病院あるからそうなのか。あ、まあそっか。うん。
なんか高山だからそんなに怖さを感じない。ちょっと今雲が出てきたらやめちゃう。まあね。ケーブルカーですよ。さすがにもう登りやすくねえか。うん。そういうの降りてくる人ですよ。いるタイミングで来たからよかったな。うん。いなかったら行ってたな。間違えた。危なかった。で、自力下山せざるを得なくなった。さて、結構こういう距離もいい運動なのね。うん、結構あるもんこれ距離。あ、ちょっとねやっぱ上り坂だからね。うん、ただ客観的に言うともうこっから山登りはスタートしてるんだ。1号路の始まり、1号路よりかはいいかな、ここはね。うん、全然手が入ってきてないかな。体力が、うん、食欲もないし、ね、そしてはまず右側でよし、ここでどこでしたか。あ、ライト徘徊だね。いや、虫取りじゃねえの。あ、オッケー、そう、どう見ても虫取りするかさ。いや、虫取りだったら虫取りかごを使う。虫取りはめ、なんか置いてってたよね、ベンチに。そう、うん、忘れちゃったんじゃん。はあ、でしょ。こんにちは。うん、こんばんはだったね。まあいいや。まあいいや。いや今更だけど。お互いも癖だよね。うん。いいよ、あそこの入り口まで行っても。あ、でも街灯ねえか。あそこにある街灯。あ、あるね。やっぱそうなんだ。病院だからあるんだね。あ、どっち？え、こっち？違う違う、こっち上行ってもいいよ、別に。やめとくか、それは。ここまでにしとこね、ポップオーマン死にそうな顔してんじゃん、こいつ。お前、大丈夫か。ワン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 、帰りましょう。ちょっと見てみよう。そっち行くの？まあ、見るだけね。行くのはやめた方がいいよ、もう。いや、さっきのこのライトでこのクラスはどれぐらいまで明るくなるかなって。あ、どうぞ。そのテストだけだね。ここまででいい、ここまででいい。何やるか分かんない。そんな明るくねえ。いや、でも足元が、いや、でもこのルーメン、で行こう。戻るぞ。うん、アホで。あと集団人でいるんだったらいいけど。でも怖いけどね、物を、あの、今年落とし物がありそうで。熱っ。バッテリー。何も書いてない。なんか通行止めって書いてある。デンジャー君っていうのこれ。あれあれ、ここ落ちる落ちる落ちる。なんか通行止めって書いてある。6号路はダメですよ。今？うん。あ、ご注意くださった、これ。6号路、あ、一部ダメなんだ。これどこ？6号路の琵琶滝のあの道は行けません。え。本当だ。じゃあここ行けないんだ、今。行けないというか、迂回していけってことなんで。え、迂回できないでしょ、これ。あとさっき降りてきた人たちいたじゃん。
いや、あれ戻ってきたんでしょ、だから迂回できないっす。行こう。